平成を代表する歌姫安室奈美恵さんが2018年9月16日芸能界を引退しました。惜しまれながらの引退でした。引退後の安室奈美恵さんは何をしているのか気になりますよね。今回は安室奈美恵さんの現在について詳しく調べてみました。はじめに安室奈美恵さんのプロフィールから紹介します。名前安室奈美恵、誕生日1977年9月20日、出身地沖縄那覇市、身長158センチ。安室奈美恵さんは沖縄アクターズスクール出身の5人グループスーパーモンキーズのメンバーとして活躍した後、ソロアーティストとして活動していました。ボディ、フィールイグジットやシューズ、ザ・チャンス、キャン・ユー・セレブレイト、ネバ、エンド、ヒーローなど挙げればキリがないくらい数々のヒット曲を残し、絶大な人気を誇っています。1990年代には安室奈美恵さんのファッションやメイクを真似するアムラーが社会現象にもなりました。1997年10月には TRF のサムさんと電撃結婚を発表、授かり婚であったことを明らかにしました。人気絶頂での結婚発表に日本中が驚きました。そして40歳の誕生日である2017年9月20日に公式サイトで引退を発表。翌年の9月16日に惜しまれつつも引退しました。安室奈美恵さんは今何をしているのでしょうか。現在の活動について見ていきたいのですが、こちらについては情報がありません。というのは引退後マスコミや週刊誌の取材を控えるようにしており、代理人弁護士から取材自粛要請がラストコンサートの終日前に週刊誌などのメディアに送付されていたようです。内容としては安室のプライバシーに関する記事や名誉を毀損する記事などが掲載された場合には一般市人への権利侵害行為としてしかるべく法的措置を講じることになりますというものです。芸能人から一般人になったとはいえ、その存在感は絶大だったため、引退前から引退後の生活に備え活動を規制していたのではないかと考えられます。2017年に放送された NHK 特番最後の告白では引退について語っていました。引き下がってなるとネガティブなイメージがあったりするじゃないですか。でもそうじゃなくて一つの通過点なので、終わりがあれば次のスタートがあるので、この先の人生の方がもっと楽しいことが待っているし、もっともっと長いので、新しい発見とか新しい興味とか何かその間に見つけてやってみたいなというものがあったら、今度はそこに情熱を注いでみるとか、そういう楽しい人生が待っているんじゃないかなって思ったりするので、などと語り、具体的に何をしたいのかはまだ決めていないという心境のようでした。歌だけではなく安室奈美恵さんのファッションやメイク、ヘアスタイルも話題になっていましたが、今までやったことのないジャンルに挑戦し、新しい見たことのない自分を発見したいのかなとも思いました。安室奈美恵さんは親しい友人たちに引退後のことをこう話しているそうです。引退したら何年かかけて世界中を回りたい。ほとぼりが冷めたところで日本に戻って音楽好きな連中が集うことができる小さなライブハウスやジャズクラブを作りたい。引退前には引退後はプロデュース業に回って若手の育成に励むとコメントしたことがあります。プロデュース業に興味を持っていた安室奈美恵さんはもしかしたら現在は若手を育成することに力を入れているかもしれません。引退前はライジングプロダクションという事務所に所属していましたが、現在は独立し ABEX 内のプライベートレーベルに所属し、そこで働いていると言われています。このことから現在は音楽業界で裏方として活躍している可能性があります。安室奈美恵さんは Say the word、 I will、 Free などの楽曲で作詞をしたこともあります。関係者はメッセージ性の強い詞を書く人、プロデューサーに向いていると思うと話していました。スポニチ本誌の取材では本人のものとは世に知られていない隠しペンネームで楽曲制作をしたこともあるという報道もあり、その名前を使って極秘でプロデューサーデビューすることも考えられるとの噂もあります。また
ジャニーズジュニアの総合プロデュースを任されているという噂もあります。ジャニーズジュニアを対象に安室奈美恵さんが楽曲作りに携わり、作詞やダンスの振り付けまで全てを監修するという極秘プランが持ち上がっているようです。このプロジェクトの総指揮を取っているのはジャニーズ事務所で副社長になることが決まったタッキーこと滝沢秀明さんです。滝沢秀明さんは次期アイドルとして将来を嘱望されるジャニーズジュニアの育成全般の権利を与えられており、安室奈美恵さんを総合プロデューサーとして迎え入れることで新たな流れをジャニーズに取り込もうという考えのようです。このことからも2022年現在、安室奈美恵さんはジャニーズに裏方として関わっている可能性があるということがわかります。次は安室さんが今どこに住んでいるか、目撃情報について探ってみましょう。目撃情報や様々な噂があるのですが、真相は未だ不明です。これまでに出てきた情報をまとめてみました。沖縄のザラで買い物をしていたという目撃情報があり、その時の髪型はポニーテールだったそうです。この目撃情報があった時は安室奈美恵さんの地元で2019年16日に花火ショーがあったそうです。この花火ショーを見に来たのかもしれません。引退後ロンドンで目撃された時の髪型はボブだったそうですが、現在はポニーテールができるくらいのロングであることが分かりました。そしてザラで目撃された時は黒いワンピースを購入されていたという噂です。他にも沖縄のコンビニや国際通りでの目撃情報、沖縄のデュラメールで買い物をしていたという目撃情報もありますが、地元なので遊びに来ていたのか、それとも住んでいるのかは分かっておりません。過去には週刊誌にて安室奈美恵さんが京都に2億円の高級マンションを購入したという報道がありました。どうやら安室奈美恵さんの息子であるハルトさんが京都の同志社大学に通っているから近くに家を買ったらしいです。また安室奈美恵さんの絶大な信頼の下でコンサートを一手に引き受けるプロモーターの A 氏も同じ頃徒歩10分の地に会社名義でマンションを購入済みだと報道されていました。安室奈美恵さんはマンションの最上階をワンフロアぶち抜きで購入したそうです。地元の不動産関係者も安室奈美恵さんが購入されたと説明しているので、現在も安室奈美恵さんは京都に住んでいる可能性は高そうです。またこのマンションの近くで安室奈美恵さんが買い物をしているところを目撃もされているようなので信憑性は高そうです。あとは信憑性は低いのですが、アメリカに移住しているという噂もあります。安室奈美恵さんはマスコミを嫌っているようなので静かに暮らせるということから移住を考えているという説もありますが、こちらは噂止まりのような気がします。安室奈美恵さんは1997年にサムさんと結婚し、その後2002年に離婚していますが、その後再婚の噂が出ているのはご存知でしょうか。実はその相手というのは今井翼さんだそうです。なぜこのような噂が出ているかというと、安室奈美恵さんの引退と今井翼さんの退所のタイミングが被っていたことからのようです。安室誠美恵さんは2018年9月16日に引退、今井翼さんも同年9月にタッキー&翼を解散して事務所も退所しています。2人の交際はジャニーズ事務所が隠蔽しているという説もあります。今井翼さんは2022年現在芸能界復帰を果たしています。事務所幹部に彼女との交際と結婚を相談に行ったという噂、深夜に西麻布をデートしている姿を目撃したという情報もあります。もしもこのお二人が結婚されたら、今井翼一般女性と結婚と報道されるのでしょうか。間違いなく注目される大ニュースになりそうですね。さらに引退後の動きとしては、安室奈美恵さんは2021年7月には公益のために多額の私財を寄付したことが評価され、紺綬褒章を受章したことが明らかにされています。安室奈美恵さんは以前から慈善活動に積極的で、寄付やボランティアなどの活動を続けていたことで有名です。芸能界を引退した後でも寄付活動は続けられ、紺綬褒章、賞杯が与えられ、これまでに少なくとも1500万円以上の寄付をしてきたことが分かっています。平成を代表する歌姫、
安室奈美恵さんの復活を希望するファンは多いかと思いますが、おそらく復帰はしないだろうと思われます。今までできなかったいろんなことにチャレンジして楽しい毎日を過ごしてほしいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。